はい。皆さん、こんにちは。ワンダルフィルフィジです。では、今回は、提督の決断3パワープキット、霊凝機械戦の続きをプレイしていきたいと思います。で、前回までですね、何度も試行錯誤して、視聴者の方からもアドバイスいただいてですね、ようやく、反攻作戦の概要を決めることができました。つまり、マニラ、ダバオに、航空隊を集約して、敵の機動部隊を迎え撃つ。まあ、その代わりですね、シンガポール、バンコク、さらには、インドネシア。この辺りの航空隊をね、ごっそり引き抜くという形で、事実上の撤退に近い形をとっています。ただ、陸戦隊は残してですね、敵の侵攻を遅らせるために玉砕確保で基地を守ってもらいます。さらに、ウエワクからも航空隊は撤退し、ラバウルに集約。太平洋からも航空隊を撤退して、すべてトラックと硫黄島に集約する。そういう形にしています。では、敵の機動部隊現れていますので、味方のクリタ艦隊、レイテ湾に入っていましたが、これ出撃させていきましょう。おそらくもう敵もね、我々の動き察知してると思いますので、このまま、ここにいてもですね、まあ、間違いなく敵の餌食になる。一方的に港にいる状態で撃たれてしまうので、クリタ艦隊をここで出撃させていきましょう。第2、第3、第4艦隊ですね。これを出撃させていきます。まあ、目指すは敵の空母。ただ数がね、1ダースいるので、まあ、これをね、どう、効率よく叩いていくかということになるので、まあ、間違いなくね、マニラ・ダバオの航空隊との連携が重要になってくるかなというふうに思います。ヤマト・ムサシを失うわけにはいきませんからね。第二戦艦艦隊、つまりヤマト・ムサシの艦隊ですね。ここに敵の航空隊154艦。これはもう、この状態でセーブしてしまっているので、もう戻りようがないですね。なんとか、ムサシに頑張ってほしいけど。さあ、被害状況ですね。確認しておきます。ヤマト武蔵残りましたが、第4戦隊が壊滅ですね。まあ、いよいよ、後がなくなってきたというところで、急いでね、まずはこの敵の艦隊、45隻、沈めに行きましょう。ダバオの航空隊ですが、まだ数が揃ってないので、ここは我慢します。まずはね、数を揃えて、きっちり敵を迎え撃つ。さらにアメリカ軍の機動部隊からの攻撃ですね。第5巡洋艦隊が狙われています。巡洋艦3、駆逐艦7です。巡洋艦3を失い、駆逐艦7。さあ、いつね、反攻に出るかというところですが、続いて、アメリカ軍の機動部隊。第5巡洋艦隊、もう駆逐艦しか残ってませんね。これが壊滅しそうな勢いだな。どうにかこうにかね、味方の航空隊が揃うのを待ちたいところなんですけど。まずは、戦艦艦隊がね、敵の機動部隊に突入するチャンスを伺いましょう。敵艦隊発見。距離がちょっとありすぎて届かないよね。届く。追撃を行いましょう。ん？敵の艦隊発見。これも追撃していきます。まあ、機動部隊の追撃ですね。空母4。敵の空母4を追いましょう。第6航空艦隊。これ空撃出るかどうかだな。敵の数、空母4でしょ？味方も一応空母4ではあるんですけどね。58機。瑞鶴、瑞宝、千歳、千代だから、航空隊を出すかどうか。ここは我慢しましょう。攻撃を中止。まずは我慢。敵の艦隊発見。これはですね、同じく追撃で。いや、
砲撃届く？届かないよね。追撃で敵の艦隊、空母を狙います。第5巡洋艦隊は攻撃を中止。戻りましょう、クレに。このままだとちょっとしんどいことになりますからね。マニラの航空隊、これ出しましょう。いよいよ80機体制になりましたので、前期出撃。雷装しているのが一色飛行、飛龍ですね。残りは重装になってます。我が軍の部隊は壊滅。80がゼロになるかな？敵の食塩は全然減らせないって、こんなことありますかね？ 80 対77、数の上では、味方の方が有利だったはず。まあもちろんね、敵の艦隊からの対空攻撃はあるにせよ、この衝撃的な数字。難易度はちなみに普通です。それでこれか。ちょっと困りましたね。マニラの航空隊が壊滅か。ちょっと言葉が出ないですが、これは日本軍が受けた衝撃なんでしょうね。実際にマリアナ沖であり、レイテで受けた。まさかここまでとはちょっと思わなかったですけど、まあ、これが現実ですね。まあ、ここまで数を減らされてしまったので、マニラの航空隊が事実上、まあ、壊滅したと。さらに、ご覧のように第5巡洋艦隊も壊滅。本当に勝ち目がないのか。そこは、ゆくゆく、再検証したいですよね。まあ、ただね、まだ、ヤマト、ムサシ、さらに、ダバオの航空隊は生きてるので、まあ、諦めずに、行きましょう。ムサシ、ヤマトも生きてる。さて、では、第三戦艦部隊ですね。これは砲撃で、敵の空母、5、これを撃沈していこう。巡洋艦が一隻撃沈されて、アメリカ軍の第3艦隊、ボーガン提督のところですね。駆逐艦一隻を撃沈してます。続いて第4艦隊ですね。これも同じく砲撃で敵の空母を狙う。戦艦なし。戦艦が2。そのまま。敵の空母5もそのままですね。さあ、ここだ。ヤマト武蔵。これが、どうかというところなんですけど、ヤマト武蔵の状況がちょっと良くなさそうですね。確認します。そうか、ヤマト武蔵は、これを見る限り、ちょっとダメージが出てますね。で、もはや攻撃ができない状態になってる。これもちょっといただけないよな。ヤマト武蔵の主砲が使えないので、攻撃レンジがむちゃくちゃ狭くなってますね。マニラの基地航空隊。いや、壊滅したからな、そうは言っても。いやー、28機か。まあ、さっきの戦い、80機出して壊滅してゼロで戻ってきたので、なかなか航空隊20何機で出す勇気はないですよね。これ、そうするとですね、まあ、作戦の大きな見直しが必要になるのかなと思ってまして、少なくても、
基地航空隊を出しても、まあ勝ち目がないというのが、まあ残念ながらよくわかりました。なので、ここはですね、まあ基地の航空隊、まあもちろん増やすんですけども、レイテを増強するっていう方に、全力を注いだ方がいいかもしれないですね。で、レイテに、陸戦隊を下ろしたら、各艦隊、一時退避。その上で、まあ、反撃のね、チャンスを待つというのがいいような気がします。敵の空母。まあ、ここに今6隻の空母を出てますけど、これだけじゃないですからね。敵の艦隊は。これで第4艦隊が壊滅。もうヤマト武蔵の火力がなくなってる時点で、まあちょっとね、かなり厳しい戦いなのかなとは思うんですけど。いや、本当に強烈だな、この強さ。ダバオの航空隊は136まで増強されてる。まあでもまだ136だもんな。まあ、このうちね、もちろん、いくつかは直縁で残さなきゃいけないので、まあ、その状況でね、どう戦えるかというのはもちろんあると思います。では、出撃です。これも4チームに編成していきます。これで味方が52機喪失。敵の直縁は29撃墜。いや、数の上では今回もね、ダバオの航空隊が92、アメリカ軍の第2艦隊の直縁が87、数の上ではまあ互角だったんですけども、まあやられてますね。まあもちろん味方の方は、雷装爆装している爆撃機、雷撃機がいるので、まあ単純にね、戦闘機が92いたわけではないんですが、それでもこの被害の差ですからね。さらに空母を仕留められずにいる。これ、ちょっと確認するとしたら、例えばなんですけど、タウイタウイ、この辺りの航空隊も攻撃としてレンジに入ってくるかどうかですね。航空隊の指示をね、少し確認しておきましょう。任務ですが、敵を発見したら攻撃。で、ブルネイも届きそうですよね、ギリギリ。メナドも届くな。ここの航空隊とかもね、増強対象に入れましょうか。これで敵をレイテまで引きつけて、マニラ、ダバオ、タウイタウイ、メナド、あとまあブルネイも届けばブルネイ、ここからですね、一挙に、攻撃隊を出す。で、今の感じだと、まあ、インドネシアはもうほぼ引き抜いてるんですけど、香港、上海、北京、慶城、新疆、豊原、大湊、この辺りからももう航空隊をごっそり引き抜きましょう。で、今回はマニラとダバオだけに航空隊を入れてましたけども、これを、メナド、タウイタウイ、ブルネイにも入れるという形で、もうフィリピンをまさに不沈空母とする構想。これで、敵をね、迎え撃とうと思います。まあ、残念ながらもうすでにヤマトが、そして武蔵が、使い物にならない状態になってますので、このまま作戦を行っても、
勝ち目はない。さらにマニラの航空隊は壊滅。ダバオの航空隊も半数が、すでにやられてしまったという状況なので、今回はですね、ちょっと作戦の見直しをさせていただくために、ここまでにさせていただきたいと思います。マニラの航空隊壊滅。80がゼロになったというこの衝撃。難易度はノーマルです。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。